上の上に登る時や、当時は強さを競う時などを使い、体重が4以上にもなる生物は、大変臆病ですが、人懐っこくて好奇心が旺盛で、とても遊びしています。当館では、日本で初めて生物の展示に成功しました。ここは例年世界の東側、アラスカのヒントルワシに向かうラウンド島の一部を再現しています。レーニング海は北太平洋を通っています。レーニング海峡で北極海とつながっています。